皆さん、こんにちは。元お笑いコンビザブングルで活動していた松尾陽介さん。現在は芸人コンビを解消し、お笑い芸人は引退しています。どうして引退したのでしょうか。その本当の引退理由というのも気になる人が多いみたいです。そんな松尾陽介さんのプロフィール、本当の引退理由、そして現在の衝撃の生活などまとめて紹介します。まずは松尾陽介さんの本名、松尾陽介といい、1977年1月28日生まれの45歳です。出身は愛知県名古屋市で、趣味は野球観戦で、プロ野球のファンということですね。また、徳永英明さんのファンで曲をマスターしているということ。メガネ姿が特徴ですが、伊達メガネで視力は悪くないそうです。ザブングルとしての活動では、ツッコミ担当で、相方は加藤さんですね。加藤さんの方が有名だと思いますし、悔しいです。カッチカチやぞ、などのギャグも知っている人が多いでしょう。2021年3月31日に芸能活動を引退しています。2021年に芸能活動を引退しましたが、引退理由は何でしょうか。松尾さんは引退を選択し、加藤さんはザブングル加藤としてピン芸人として、今でも芸能活動を続けています。23年間のザブングルでの活動ということで、寂しいでしょうね。引退をする前には闇営業問題で謹慎処分をしていました。吉本芸人だけではなく、渡辺エンターテイメントに所属のザブングルも闇営業していたんですね。この闇営業ですが、特殊詐欺グループとされる、反社会的勢力が主催する会合へ参加したというもの。たくさんの吉本芸人が謹慎してました。ザブングルは、番組などで日頃お世話になっている他事務所の先輩芸人から誘われ、断ると失礼になるということ。また参加する先輩芸人の名前を確認している先輩ばかりだったことで、信用し参加したということです。なので、あまり悪くはないと思いますし、正直かわいそうって感じもします。謹慎処分中には介護ヘルパーのサポートや、ボランティア活動をしていたザブングル。復帰はしたのですが、コロナで営業の仕事がなくなったというのも、松尾さんが芸人を辞めた理由ではあるようです。引退の真相ですが、ザブングル加藤さん曰く、松尾さんは数年前から芸人を辞めたがっていたということですね。でも、仕事はあるし食えてはいたということで、惰性で続けていたような感じだったようです。そこに闇営業で謹慎したこともあり、解散ということになったみたいです。実は20代の頃にも解散の話をしたことがあったそうです。もともと加藤さんが松尾さんを無理やり誘ってコンビ結成したという経緯があるようです。無理やり東京に連れてきて、あいつは大学を辞めて僕がこの世界に引き入れたみたいなところがあるので、ちょっと申し訳なかったという思いが加藤さんにはあると言います。松尾さんも44歳ですし、個人の人生もあるということで、加藤さんは解散を受け入れたということだと思います。仕事があればまだ良かったのでしょうが、コロナで仕事もなくなったというのが追い打ちをかけたのは間違いないようです。また2021年4月1日に放送されたテレビ朝日アメトーークに出演しました。番組の恒例企画、運動神経悪い芸人で最も運動神経が悪いガチ王の異名を取っていた松尾が芸能界を引退。それを受けて番組はさよならガチ王として緊急企画を行っています。スタジオに登場した松尾さんに MC の蛍原徹さんは、引退の経緯というかちょっといいですかと聞きました。松尾さんはやっぱり世の中の状況がいろいろと変わっている中で、あと年齢も大きいですかねと切り出しました。僕44歳で今年45歳なんですけど、今後の人生を考えた時に辞めるという選択肢もあるんじゃないかなと、と敬意を語っています。そして今までのことは決して別に無駄なことではないと思うので、次に生かせるのは今かもしれないなと、体力的にもと思って決めましたと引退を決断した理由を語りました。引退後については多方面から仕事の誘いの話をもらっている松尾さんは、その中からいろいろやりつつ今からまとめていこうかなと、
仕事にしていこうかなと、今後の構想を明かしました。ザブングル松尾さんは1977年1月28日生まれで、現在45歳。見た目は若く見えますが、結構年齢いっています。ザブングル松尾さんはインタビューで、まだ身体が元気なうちに次に行かなきゃというのはありました。10年前なら引退は早すぎるけど、10年後なら遅いと思ったので、そういう意味でも踏ん切りはつきやすかったですね、とコメントしています。ちなみに芸能界引退の意思を伝えた時、マネージャーさんには反対されたらしいですが、相方の加藤さんは意外にも松尾さんの芸能界引退の意思をすんなり受け入れたそうです。松尾さんが20代なら先輩たちも止めてくださったと思うけど、40代半ばですしね。相方の加藤さんが止めていたら、松尾さんは芸能界引退をふんと止まっていたんでしょうか。いずれにしてもやはり年齢の問題は大きかったようですね。松尾さんはまだ結婚されていないので、家庭を持っている相方の加藤さんよりも芸能活動に踏ん切りをつけやすかったのかもしれません。ザブングル松尾さんと相方の加藤さんのコンビ格差も理由の一つだと考えられます。現在ザブングルのコンビとしてのレギュラー番組は地方番組の1本のみで、単独としての仕事本数も少ないようですが、その中でもボケの加藤さんは人気バラエティ番組さんまのお笑い向上委員会にて単独で準レギュラーとして出演されています。このことからコンビ格差も原因ではないのかと考えられますよね。これについて松尾さんは、相方は面白いと思ってコンビを組んだし、お笑い向上委員会で明石家さんまさんなどすごい方たちを相手に頑張っているのを見ると、まだまだ上に行けると思うので、これからは視聴者の側から応援します。そして裏方としてまた仕事ができたらいいですね、と語られていることから、少なからずコンビ格差を感じていたようです。コンビ結成から23年間、それなりに仕事をさせてもらいましたが、今まで一度も街中で指を刺されたことがないんです。そういう人は表に出る仕事は向いていない、という自虐的なコメントもしていました。芸人を辞めるという決断をしてからも1年ぐらいは芸人を続けていたという松尾さん、その期間に1年限定でバーの店長もしていたそうです。社会勉強も兼ねて1年だけということで店長をやらせてもらったということ。昔から交友関係が広かった松尾さんは、店長としても忙しく仕事をしていたそうです。その時に一緒に仕事をしたいという提案も多く、最終的に現在共同代表の藤本さんから一緒に仕事をしましょうという提案があり、起業しました。マーケティング支援や案件仲介などを展開する株式会社を創業し、同会社の代表取締役社長に就任しています。松尾さんは人脈の広さと周りからの信頼の厚さもあるということで、営業もできるのだと思います。松尾さんだからこそセカンドキャリアが成功していると言えます。のロゴも松尾さん自らがデザインしたということですし、センスあります。芸人を辞めて今後は芸人のセカンドキャリアを応援できるようなサービスをしたいということですし、期待しましょう。自分が芸人だったというのが強みになるんでしょうね。今後は裏方ですけど頑張ってほしいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。